じゃあブルーツです。今日は何の動画ですか？今日は0ヘルツ的いい女の条件選手権いい女選手権。でも、まあ、みんなさ、まあ、どの口が言ってんだと思うかもしれないですけど僕たちの女性に厳しいところないよね。全然ないです。いやレオは結構厳しいからね。全くないですね。いい女の条件っていうと、まあ、すごいなんか上からみたいになっちゃうんで、そういうわけじゃないですけど、まあいい女性の条件、好み的なねって言われるとねまああの言えよ。よく言ってんじゃない？いっぱい食べる。あ、それって別にいい女の条件とは違うと思うけど。あ、まあ、確かにそう。そっか、まあ、好きな仕草とかになるよね。それ確かに。でもやっぱりね、なんだろう、何かに頑張ってる人とか好きかもしれないです。まあ、頑張ってなくても大好き。何お前そういうのでいい。前回も別に好きな女。確かに何でもいいんだけど、何かに頑張ってる人とかとなんか惹かれるし、尊敬できると思う。熱い人が好きなので。あとはやっぱ、優しい人というか、うん、嫌なやつはやっぱり嫌なんで。あと、あ、そう、あの、前も話したけど、あの、裏表ありすぎるときついわ。そうだね。そう。それは嫌だね。そう、自分の前とか友達でちょっと違うのはさ、仕方ないんだけどさ、その、ベーシックな部分をさ、違いすぎたり、ギャップがありすぎると、ちょっと引いちゃいますね。いや、やっぱ嘘つかない。嘘つかない。それは亮太が言ったらいいね。よくまで話す。割と優しい人が好きです。ありがとうございます。はい、じゃあいい女性の条件ありますか？はい、あります。これ明確にあります。はい、お金の管理がちゃんとできる。うーん、お前にそっくりじゃん。うん、俺とかもうマジでさ、はっきり言って終わってるじゃん。もう破滅もう破滅に向かって今、うん、まあちょっとそうだね。そう、ぶっちゃけだから、うん、お金をちゃんと管理して小遣い衛生にしてくれる人がいる。なるほどね。え、それで耐えられん？耐えられない。即りして消費者金より駆け込むで、そうなった時にあのダメでしょって、あ、しかっ終わってくれる人がいい人だと思う。いい女はお金の管理ができる人だと僕は思った言った、うん、まとめね。なるほどね。他あります？いや、他はね、ない。もう何でもいい。もうただ、俺のお金をちゃんと管理して、うん、なんか貯金してくれたらいいなとか思う。あ、自分じゃもうできないから。ね、そういうの大事だよね。だから、あ、これで俺のパートナー募集していい？あ、もうじゃ、私お金の管理できます。我こそは。そしたら、あの、バチェラーみたいな感じで、ちょっと、YouTube 企画にしてやるから。うん、怖いけどね、そんなお金の管理任せらんなくない？一回さ、口座をちょっと任せてみて。で、亡くなってたりしたら、ちょっともうその人ごめんなさいです。そう、それでいいんだ、逆に。うん、だその企画やるんだよね。うん。そう、で、それが増えてるって場合もあるから。そうそう、増えてたらどうする？ギャンブラーで。うん、いや、素晴らしい。素晴らしい。お金増やすの得意だよ、みたいな人いたら。そうなっちゃう。お願いします。なるほどね。はい、ヨガです。おい。俺もね、明確にね、なんか2つあります。2つ。美意識みたいなのが、高い人が、なんか匂いとか、香水とかさ、なんかいろいろあるじゃん。そういうのになんか気を使ってる、なんかいい匂いが好きっていうよりなんかその気を使ってることがいいな。じゃあ脇臭かったらダメなの？でも気を使ってたら俺はいい。気使ってるけど口めって臭い。それは全然気使ってるなら気使ってることが素晴らしい。なるほどね。結果はいらないの。そうなの。道筋が監督優しいの。素敵だから。あとはやっぱ、ね、料理がね、あー、いいね。できる方は本当にね素晴らしい。以上です。でもそうなってくるとやっぱ俺みたいなものになってくるよね。でもリオさっきすごい汚れてたから美意識が欠落してる、うん、ありがとうございます。はい、そうですね。あ、でも俺思ったんだけどさ、やっぱこうやってなんかいい女とかさ男とかさ、そういうのなんか良くないと思ったんだよね俺。あら、いや言いません。違う。まあなんかあれかな、まあ、優しさはもちろんのこと、いい匂いがするのは好きなんですけど、いい人の条件か、なんだろうな。あ、ちょっともし苦手な方がいたらあれなんですけど、小動物、まあそう大きい、まあ動物もそうなんだけど、動物、まあ子供など好きな人はいい人多いと思います。分かち合えるじゃん、それってすごく。その自分のその
基準というかさ、うん、大事にしてるもの、そういう人に惹かれるなと思います。優しさはね、あんま盛り上がんないな。惹かれない理由の、まあでもそうだよね、好きなタイプを言えばいいんだもん。そう、好きな見た目、見た目でもいい。自分で言うと、わかりました。よろしい。はい。なんだろうね。いい。カタカナの方でしょ。そう。終わんな。そうそう、そういう系だもんね。なんだろうね。言われるとむずいよね。むずい。明るい人はいいのかな。そこ向けに明るいだけの方もいるもんね。やっぱあれじゃん、髪の毛を立て上げて。あ、ビダルサスーンだ。好きな種いい女で。あ、僕的に思うのが、ワインを飲んだ後に小指で唇をこの拭く人。そんな人いるの？え？待って。それでも確かにいい女っぽい。いい女だよね。ぽいね。リップは濃いめの。リップはちょっと濃い。濃いんだ。ここでこうちょんちょんってこう拭く人がね、俺それ見た時すげえってなった。すごい、そんな人と。そんな人いる。俺アニメとかでしか見たことない。ドラマすごい。ちょっとだけ詳しく話すと、僕が立ち飲み屋でバイトしてた時に、僕が店員でお客さんだった。その人は多分ね50超えてるマダムぐらいの方だったんですけど、なんかね綺麗なんだよね、立ち振る舞いとか全部が。その仕草もそうだし、表情もそうだし、素敵だったね。表情とか言葉とかそういう仕草とかね、なんか全部出るよね、うん、いい女っていうのは、うんうん、確かに滲み出る。そう、なんかそういうとこなんじゃないかなとは。ていうか立ち飲み屋でバイトしたの？そうだよ、初めて知ったの。知ってた？知らない。牡蠣剥いてた。ああ、それか、それか。で、牡蠣洗ったんじゃん。牡蠣洗った。はい、そんな感じですかね。ありがとうございます。はい、ジャレルツが思ういい女ということで、どうでしたでしょうか。皆さんは当てはまったでしょうか。まあそうじゃなかったとしてもね、別に悪い女ではないですから。いい女の反対語はね、そういうことではないですから、みんなでね良くなろうっていう、いい動画でした。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今はですね、ちょっと制服なんか着ちゃってますけども、絶賛ツアー中でございます。はい、ぜひね、このツアー参加していただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあまた動画で、そしてライブでお会いしましょう。バイバイ。僕ら同じ気持ちで繋がる。